人の入りっていうのはいかがですか？まあ、例年の約7割程度だと思っております。大体17、8万人くらいですかね。あ、そうなんですか。ゴールデンウィーク中は。あ、なるほど、はい、そうするといつもだとまあ20万人超すような。20万人から25万人の間なんですよ。あ、そうなんですね、はい、もう全体的にはいつぐらいから観光の受け入れっていうのはできるようになったんでしょうか？はい、平成23年の4月の29日から、はい、まあ、前回のゴールデンウィーク前の、はい、時期から、はい、観光の皆さんを受け入れる体制はできております。前回は5万1300人だったんですが、はい、かなり今回は回復するのではないかと思っています。そうなんですね。ただ昨日がですね、はい、あいにくあのような、はい、強い雨だったもんで、はい、その分が若干このこちらに来るのが少なくなるのかなと思ってます。なるほどです。宿の方は結構もういっぱいな感じですか？はい、おかげさまで、はい、ホテル旅館関係は全て満杯取れるような状況ではないんですよ。ああ、はい、ですからこちらにおいでになっていただいても、はい、ホテル旅館を取るのはなかなか難しい状況であります。今から新緑もこの素晴らしい松島見ることができますので、ええ、そういう意味ではそのゴールデンウィーク後にも十分に楽しめますし、それから湾内の遊覧も十分に楽しめると思います。ちなみにここの事務所も水浸しだったんですか？1メーター50から2メーター、まあ、そこに、展示はしてるんですが、その高さまで来てるんですよ。あ、そうなんですね、はい、ですからここはもう完全に、ええ、この書類とかパソコンは全部ダメになってますよ、はい、あ、そうなんですね。ですから新しくいただいたり、はい、それから、購入したりして、はい、まあ、今のこの形になってます、特にまあ、ここら辺見ていただきたい観光スポットといいますか、はい、そういったところはどこかありますでしょうか？まあ、うちの方この松島湾を全体こう見下ろすことができるというのが西入戻しの松公園なんですね。まあ、車ですとそちらの方まで車で行けますので、そちらをこう見ていただければ松島の全体的な風景がこう見られると思いますので、大変素晴らしいところでございます。